はい、どうも、ケバウイです。ということで、大阪はい今日ですね、今日、今、日曜日の、えー、5時半か、5時半なんですけど、一応ね、僕が言ってた、アルワイン、奇跡、エアウィンザ、ペルシアナイト4等ボックスで言ってた分、当たりましたワイドと生まれんちょっと金額はね、安かったんですが、よかったですね、アルワイン、よう頑張ってくれますね、ほんまにね、 で奇跡もね、やっぱり、う、え、ま、ー、い競馬、やっぱり強い、勝ちきれなかったんですけど、やっぱ強い競馬をね、最後見せてくれてましたから、良かったんではないかなと思ってます。で、今回ね、ちょっとね、何の動画かというと、僕、今日ちょっと時間がありまして、あのー、なけなしのお金で、ちょっとね、これ予想とは別で買ったんですけど、 ちょっとね、気になる馬がもう一頭出てまして、それがね、このワグネリアンだったんですよ。で、実は、買いました、これ。ワグネリアン、ワイド1点外5000。これ、見事ね、的 <laughs> 中しまして、良かったなと、これ。やりましたよ、これ。ですんで、これ、良かったなぁ、言うて、まあまあまあ、あのー、たまにはね、 勝負もしてそういう日もあってもいいんじゃないかなと思ったんで一応嬉しくて動画もこう上げましたもう平成最後だったんでちょっともう一勝負したろうかなと思ってたんでね良かったんじゃないかなと思っておりますでえあ、ー、か明後日これ換気してちょっとえー、来週の競馬予想の方をしようかなと思ってます気持ちもちょっと大きくなるでしょうけど頑張ってまた当てていくんで チャンネル登録の方、よろしくお願いします。よろしくねブイ,イブイブイ